都民の警察官は、警視庁警察官の行動、功績を毎年表彰する制度である。警視庁が推薦した警察官の中から特に優秀とみなした人物を選考委員会で選ぶ。1952年に始まった。都民の警察官表彰式の行われる大手町産経プラザ主催は、産経新聞、富士テレビなど、富士産経グループ、公演は、 生命保険協会東京都協会、東京都交通安全協会、東京防犯協会連合会、東京都警察紺和会、東京警と茂会連合会、東京ガス、産 k ビル、福岡生命保険相互会社、三越伊勢丹ホールディングス。民間による唯一の表彰制度で、警視総監賞や、その受賞者から選ばれる、警察功労賞に並ぶ名誉とされ、 1968年都民の警察官の受賞者に女性刑事によるすり犯捜査の草分けの田島和子がいる。田島は警視庁婦人警察官の第3期生で、警視総監賞も179回受賞している。また、2007年の第77回表彰式では、この年2月6日、東部東上線時和台駅踏切事故で女性を、 救助して電車にはねられ殉職した板橋警察署、時は大交番の宮本国彦警部に特別賞が送られている。表彰式は千代田区の大手町三景プラザで開かれる。受賞者は都民の会を結成しており、東日本大震災後に救援金も送っている。なお、都民の警察官に倣い、近畿の警察官を、はじめ同様の警察官表彰が、 各府県で行われているほか、同じような表彰制度として、東京消防庁消防士の都民の消防官や自衛隊自衛官の国民の自衛官などがある。ありがとうございます。